アーマライト、アーマライト、アーミリットは、もともと航空機メーカーのフェアチャイルドの重機開発部門であり、20世紀の消火機種において最も大きな影響を与えた企業の一つに数えられている。1954年10月1日に創業したアーマライトは、現在世界で使用されている M16 や M4 等の多くの不評用ライフル銃の礎を築いた。 現在、アーマライトは、イリノイ州ゲネセオに本拠を置く。アーマライトは設立直後に、22口径の自衛用火器 AR-5 を発表し、大きな成功を収める。この AR-5 は、アメリカ空軍に MA-1 サバイバルライフルとして、正式採用された。また民間用の自衛火器として、22口径二 22LR 弾を使用のを開発する。 セミオートマチックの AR-7 の大きな特徴は銃を分解した後パーツをストックにしまうことができる点である。さらに銃本体は合金製でありながらストックはプラスチック製であり、組み立てた状態であってもストック内に部品を収納した状態であっても水に浮かせることができる。 1950年後半に発売されて、以降様々な企業によって、派生型が開発、製造され、現在も AR-7 は人気を博しておりその製造には、ヘンリー・リピーティング・アームズが従事している。1954年に、後の M16 シリーズの生みの親である、ユージン・ストーナーが、アーマライトの技術責任者に任命される。 ストーナーは第二次世界大戦中海兵隊員であり、銃器に精通していた。彼は 7.62mm 口径の AR-10 を開発し、1955年に M1 ガーランドの口径銃の選定を行っていたアメリカ軍に候補としてトライアルに参加させた。トライアルでは M1 ガーランドの発展版である M14FN 社による FN フェルト、 AR-10 による密度萌えの争いとなった。しかし AR-10 は、ストーナーの反対を会社上層部が押し切って、採用されたアルミ合金重心の耐久性不足から、トライアルから落第してしまう。なおこのトライアルでは、FN フェルも落選し、一部では、最初から、M14 が、正式採用されることが決定していたのではないかと、言われた。アーマライトは、 その後 AR-10 を 5.56mm 口径へ、昇降系化させて AR-15 を開発する。これは、当時耐火力のライフル銃よりも昇降系の自衛用火器を装備する方が適していた。昇降、パイロット、戦闘車両運転手などに使用されていた M1、カービンとの代替を狙って開発されたものである。後に AR-10 と AR-15 の 製造ライセンスはコルト社に売却され、コルト AR-15 は方式交換向けのモデルと民間モデルを開発し、後に発射方式選択式の AR-15 がアメリカ空軍に採用された。M16 はメンテナンス不良の際に実砲が薬室に装填されず、ボルトが半開きのまま装填不良を起こすことがあった。そこで、 M16A1 として改良されるにあたって、フォワードアシストノブと呼ばれるボルトを強制的に前へ押し出す装置を取り付けることと、薬室と重心内にクロームメッキを施すことで信頼性を向上させている。ベトナム戦争中では、兵士はいつでも M16 に注意ができるように、ヘルメットバンドにガンオイルの小瓶を刺したり、頻繁に使用する必要のあるクリーニングキットをハンドガードに、 テープで止めてたりしたなどと言われている。これは頻発したジャミングに対処するためであったが、軍ではジャミングの原因は銃のメンテナンス不足ではなく火薬が不適合であるからだと考えた。当時は予算の問題から値段の安い火薬が実行に使用されていた。またこの火薬の方が射撃速度が速かった。軍の決定により実行の火薬が変更されたが、 それにより AR-15 は、より頻繁に、クリーニングを要するデリケートな武器となり、兵士たちは、M16 を、プードルシュターや、ジャム、エーマチックなどと呼んで下げすんだ。これ以後の M16 の歴史及び派生型関しては、M16 を参照のこと。アーマライト発のショットガン AR-17 を1964年に製造を開始している。AR-10 と、 AR-15 の製造ライセンスをコルトに売却したアーマライトには主力商品が残っていなかった。1963年にはコルトの持つライセンスに違反しない新しいガスシステムを持つ AR-15 の発展型である AR-18 を開発した。AR-18 のレシーバーは製造の安易なスチールプレス製であり、 優れた軍用ライフルであったが、大きな販売契約を結ぶことはなかった。AR-18 は、アイルランド共和軍に採用され、未亡人製造機というあだ名を付けられた。現在イギリスで、正式採用ライフル銃となっている L-85 a を元にして開発されているが、このブルパップ式の XL-64 は、アーマライト AR-18 の、ブルパップ改造型が元になっている。 また、シンガポールの SAR-80 やドイツの G36 も AR-18 の機構を踏襲している。アーマライトはその短い歴史の中で多くの経営者の手を渡り歩いていき、1995年にイーグルアームズに買収された。今日では、アーマライトは AR-15 や AR-10 の派生系を積極的に開発販売するほか 12.7X99mm ーダ弾を使用する大口径スナイパーライフルなども開発している。また AR-24 や AR-26 といった拳銃の開発にも手を出している。現在アーマライトはスプリングフィールドやロックリバーアームズといったイリノイ州に本拠を置く銃器メーカーと協力してイリノイ州で提案されているアサルトウェポン。 攻撃武器禁止法に共反対している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。